エヴァライフ C は、韓国の関温度にホームを置く、韓国プロサッカークラブである。2008年12月18日創設。2009年シーズンより、K リーグに参加する。2013年、K リーグクラシックで12位となり、招集勝負と入れ替え戦を行い、2 0合計2から4で破れ K リーグチャレンジ降格となった。2016年、 K リーグチャレンジで3位となり昇降プレイオフを勝ち抜き、2017年から K リーグクラシックに所属する。2018年に数々の不正が明らかになった。K リーグの全参加クラブを通して、唯一関温度全域をホームタウンに制定しており、特に関温度の3大都市にあたる高梁市、春戦市、厳州市を重点ホームタウンと位置づけた。 当初のクラブ事務所所在地は、春選手であったが、2010年に、高良市に、クラブハウスが完成してからは、ここを拠点として活動するようになった。2012年までは主に、高良総合運動場を、メイン、春川総合運動場も、純本拠地に加え、トリプルスタジアム制を敷いた。しかし2014年から高良が、 全面回収を行う関係で使用できなくなり、2015年は1試合も開催されなくなった。その代わりとして、即走市にある即走総合運動場にメインを移転して、過半数を開催した。また2016年にホームゲームを2018年ピョンチャンオリンピックの会場となるアルペンシアリゾート内のスキージャンプ場で開催したことで、2017年は、 同スキージャンプ場を主なホームスタジアムとして利用した。2018年からは春川総合運動場でホームゲームを開催する。2021年に若手選手の育成を目的としてリザーブチームの上原 FCB を新設し、計4リーグに参戦させた。2018年に署名偽装、偽造パスポート、裏契約。 パワハラなど数々の不正と不祥事が発覚して、昇格への賛美が180度変化した。エバライフ C は2016年に外国人選手を獲得する際、外当国のサッカー協会が国際遺跡同意書に署名や全所属チームの遺跡合意書のチーム署名を偽装していたことが判明した。2018年に、 兵役中の選手とは遺跡合意禁止する規定に違反する裏契約が発覚した。朝鮮日報は FIFA による懲戒処分、最悪の場合は一定期間の選手遺跡禁止処分になるとした。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。